自身が教会の里子として育った講師、今は亡き育ての親への万感の思いを手紙を通して語るのは、天理教大人が文教会長、守屋元也先生です。こんにちは。私は晴れの国岡山県倉敷市にあります玉島大教会の部内、大人が文教会の会長を務めさせていただいております、守屋元也と申します。現在教会で3人の男の子の養育をさせていただいております。里親でもあります。実は私自身が元里子で、里子から教会長になり里親をさせていただいているという全教でも珍しいケースだと思います。本日は私を導き今日まで育ててくださった里親である前会長さんに手紙を書いてきたので、この場をお借りして皆様に恥ずかしながら披露をさせていただきます。何卒よろしくお願いいたします。背景、前会長様、月日の流れは本当に早く、前会長さんがお出なしをされてこの春で早くも10年が経ちますね。遠からぬながら私が2代会長として教会を継がせていただきましたが、会長就任当初、10年早いが口癖で、私が何をするにも10年早いとすることなすことにご意見をくださいましたね。若かった私は素直に聞けず、持ち前の短気から話の途中で退席をしたり、失礼な態度を何度かして、今思い出すと若気の至りとはいえ反省しかりです。そして10年が過ぎた時に、計ったように86歳の天寿を全うされ、静かに出直しされましたね。あれからさらに10年が経ち、10年祭を務めさせていただくこのタイミングで、前会長さんとのエピソードを皆様の前でお話しする機会を与えていただき、何か不思議なお働きを感じますが、思いつくままに書き連ねさせていただきます。私は両親を早くに亡くし、多感な少年時代を養護施設で育ち、問題児だった15歳の時、強制施設へ入るところを親戚の前会長さんが責任を持って面倒を見ることを条件に、親族里親として私を教会へ引き取ってくれましたね。最初は猫をかぶっておとなしくしていましたが、教会生活に慣れてくると次第に本来の癖性分が顔を出し、再び問題行動を起こすようになりました。ある時街中でトラブルを起こし、地元の警察にお世話になり、身元引受人として前会長さんがすぐに迎えに来てくれましたね。当時の私は何の反省もなく、前会長さんが私の代わりに陳謝してくれたおかげで無事釈放となり、教会へ連れて帰ってくれましたね。私はその時教会へ着くなり、会長さんから雷と原骨を覚悟していました。しかし親神様、親様、御霊様を深々と参拝した後、前会長さんの口から出た言葉は意外にも、元谷君、お腹すいたろという優しい一言でしたね。拍子抜けしましたが、丸一日何も食べていなかったので、この時、前奥さんが私の好物を用意して作ってくれた美味しい夕食の味は今でも忘れません。食事が終わると、いよいよ説教かなと思いましたが、今度はお風呂を勧めてくれましたね。気の身、気のままで汗まみれだったので、本当にすっきりさせていただきました。入浴後、今度こそいよいよ説教かと思いましたが、前会長さんは何事もなかったかのように、今日はもう疲れたろ、早うお休み、とだけ言って、
私も自分の部屋に戻りました。ふと入浴前まで着ていた私の服とズボンを見ると、ボタンがつけられ、ズボンの破れた板部分が脱がれていました。私がお風呂に入っている30分の間に、それに気がついた前奥さんが縫ってくださっていたんですね。その時、ふっと前会長さん夫婦の何とも言えない温かい親心を感じ、教会へ来てからの一連の出来事が走馬灯のように蘇り、気づけば一人部屋で号泣していました。その時、音はしませんでしたが、私の自分の心の中で何かが変わり、これからは前会長さん、前奥さんに心配をかけてはいけない。一生かけて恩返しをさせていただこう。という思いが、その時芽生えたように思います。もしあの時、本当に説教されていたら、当時反抗期真っただ中だった私は、さらに反発をして、このような感情にはならなかったと思います。今、私たち夫婦がお預かりしている里子も、その時の私たちに近い年齢になってきましたが、同じ状況にもしなった時、前会長さんと同じことが私にできるかと思ったら、まだまだ私にはできないように思います。まさに、負ける、許す、損をするを字で言った前会長さんに改めて脱帽です。その後も、いつも温かい親心で抱えてくれ、紆余曲折ありましたが、徐々に落ち着き、更生させていただきました。本当にありがとうございました。ちょうどその頃、世の中はバブルの絶頂期でした。教会から高校へ通わせてもらいながら、居酒屋でアルバイトを始め、私は学校よりもアルバイト優先となりましたが、なんとか高校を卒業し、気づけば従業員になり、教会を出てアパートを借り、気ままな一人暮らしを始めました。仕事と遊びが忙しくなるにつれ、次第に教会から足が遠のき、バブルを謳歌し、因縁の道を通っていた時も、毎月決まった日に紙袋を携えて訪ねてきてくれましたね。夜の仕事のため、昼まで寝ていた私を起こして、大した用事もないのに毎月訪ねてくる前会長さんには失礼ですが、天理教の会長さんはよっぽど暇なんだと当時は軽く思っていましたが、私のことを心配して祭典の下がりを持って毎月神様につないでくださっていたのだと何年も後に理解できました。本当に親の心子知らずでした。また真冬の寒い深夜、参拝場の2階で休んでいた私は真夜中お手洗いに目覚めました。参拝場の前を通るとふっと人の気配がしました。障子越しに中を覗くと、前会長さんは法被を着て結界の前で踊っていましたね。当時前会長さんは毎日のように晩酌をしておりましたので、またお酒に酔って踊っているんだと少し軽蔑の目で見ていました。現在私も同じ酒好きで、同じ会長の立場をいただき、人の見ていない影の利作りやお願い勤めの尊さを少しは理解させていただけるようになりました。前会長さんはただの酒飲みではなかったんだと後々分かりました。この場をお借りして謝罪いたします。その後、教会を出て気ままな因縁の道を通りましたが、今さえ欲ば、我さえ欲ばの生活は案の定行き詰まり、親様110年歳の年、平成7年7月、阪神大震災と時同じくして、私自身も八方塞がりになりました。と同時に、自分ではどうしても解決できない事情をお見せいただきました。
その時思い悩んだ末に頭に浮かんだのは、前会長さん、前奥さんの優しい顔でした。休みの日、久しぶりに教会へ帰ると、温かい食事ともてなしで迎えてくれましたね。一通り悩みを打ち明けると一言、旬が来たな、と言って収容家を勧めてくれましたね。教会で生活をさせていただいた板にもかかわらず、座り勤めもできず、収容家の名前も初めてその時耳にしました。最初、前会長さんから、生きながらに生まれ変わりができるとか雲をつかむような話で戸惑いましたが、前会長さんの阪神大震災に会おうと思うたら何でもできようがというタイムリーな言葉と、前会長夫婦の親心にあふれた真剣な眼差しを見ていたら、私もその場で腹が決まり、収容会期を決意させていただきました。不思議なことに、自宅へ帰ると、どうしても自分では解決できなかった事情が解決する運びとなり、前会長さんに相談して本当に良かったと思いました。仕事も辞めて収容会へ入り、25歳の誕生日をおじばで迎えさせていただきました。初めて学ぶ教理とヒノキシンの実践は本当に新鮮で、荒れて乾いた私の心に染み渡り、本当に前会長さんの言われた通り、生きながらに生まれ変わりをさせていただきました。その後も前会長さんをはじめ、上級親々の先生の言われるままに通らせていただき、今日に至っております。その道中で1年間、私の実の父親の出身地である布教の家、広島寮へ入寮させていただきました。布教のいろはを多少経験させていただき、卒業し、自教会へ帰った私は、一発の布教師になったつもりでいました。日中教会でゴロゴロしている前会長さんを見て、なんで教会長なのに布教に歩かないのかと不足してしまい、無理やり一緒に個別訪問に歩いたこともありましたね。最初で最後ですが、今では前会長さんとの苦い思い出です。前会長さんは個別訪問こそあまりしてなかったと思いますが、私のような問題児を引き取り構成し、養牧へと誕生し、さらに教会長にまで導き育ててくださいましたね。今私も同じ教会長として、人材育成の大変さを痛感しております。一人の別席者、収容家生を誕生するにも本当に大変な苦労があります。教会長を一人ご指導いただくことは、さらに大きなお助けをしてくださったのだと、教会長にならせていただき、初めて気がつきました。私が前会長さんから引き継いだバトンを次の代へ渡せるかどうか、まだまだ自信はありません。改めて前会長さんの偉大さに敬服するばかりです。また、こんなこともありましたね。収容家を出てしばらく教会でお世話になっていましたが、ある日前会長さんと一緒に教会の物置の片付けヒノキシンをさせていただきましたね。その時前会長さんは私に作業の指示を出してくれましたが、私はまだまだ癖性分が強く、自己流で片付けをしていた矢先、棚の角で頭を強打し、悶絶していた私にすかさずお授けを取り継いでくだりましたね。最後の二拍手と同時に傷口の血が止まり、痛みがスッと引きました。本当にお授けの効能を身をもって体感させていただくとともに、前会長さんの温かい大きな手のひらは今でも思い出します。結局前会長さんの指示通りに片付けをしていれば、痛い思いもせずに片付けも早く終わっていたのだと気がついたのは後の祭りでした。
また不思議なご縁でその後結婚をさせていただきましたが、私たち夫婦は残念ながら地震には恵まれませんでしたが、私も結婚当初から家内に前会長さんのような里親にいずれならしてもらいたいと常々話しておりました。里親登録をして最初に2歳で我が家へやってきた D 君を本当の孫のように可愛がってくれましたね。今では中学2年生になり、バレー部のキャプテンとして活躍してくれ、またコテキや少年会活動にも積極的に参加してくれ、本当に私たち夫婦も喜ばせていただいております。また私たち夫婦で最初に匂いがけお助けをさせていただいた N さん。N さんもその後おかげさまで収容会へ行って養母にならせていただきましたよ。前会長さんが生前 N さんにこの若い会長夫婦の言うことを素直に聞いたら間違いないと太鼓判を押してくれましたね。あの時私はやっと私を会長として認めてくれたようで、とても嬉しかったのを今でも覚えています。その後 N さんは前会長さんからの言葉を守って、年下の私たち夫婦の手足として本当に教会へなくてはならない働きをしてくださっております。今から5年ほど前のことです。青年会本部から初参拝者のお家出しをいただきました。私たち夫婦も今の教会の現状から何ができるかなと思案しているときに、同じ里親をしている教会で当時はまだ少なかった子ども食堂をしているのを見学させていただきました。そこでは小さな教会ながらも工夫して大勢の子どもたち、親御さんがより集い、笑顔あふれる姿に触発され、すぐに私たちの教会でもさせていただこうと心が決まりました。その後、N さんの関係から業務用の調理器具を無償で譲っていただいたり、また様々な職種の方々を教会へお誘いくださり、始めた最初の年、N さんの声掛けだけでも50人以上の新しい初参拝者のご守護をいただきました。その中からおじば帰りをして別席を運んでくださる方、また毎回スタッフとして日の寄進をしてくださる方々と、おかげさまで若い人たちが教会へ集まってくるようになってきましたよ。約25年前、収容家を終了し、養牧へならせていただき、最初にお勤め着をつけて、教会の月並み祭を、私を含めて4人で務めさせていただいたことを、昨日のことのように思い出されます。あれから本当にいろいろなことがありましたが、現在、結婚すぎる境遇とお与えをいただき、充実した日々を送らせていただいております。これも一重に前会長さん夫婦の伏せ込みの賜物と、朝な夕な拝謝御礼を申し上げさせていただいております。まだまだ前会長さんとのエピソード、学ばせていただいたことは多々ありすぎて、とても書ききれませんので、これくらいにさせていただきます。最後に、我が家へ最初にやってきた D 君が、私にお父さんと呼んでくれたとき、実子のいない私はとても不思議な感覚とともにとても嬉しかったのを鮮烈に記憶しております。お父さん、お母さんと呼ばれると親は嬉しいんだとこのとき初めて知りました。前会長さんに対して生前は一度もお父さんと呼んだことはありませんでしたが、この場をお借りしてお父さんと呼ばせていただきます。お父さん、本当にありがとうございました。心から感謝、御礼申し上げます。
一日も早く生まれ変わらせていただき、また乾杯できたらいいですね。それでは乱筆乱文にて失礼いたします。敬具追伸。ふっと思うが神心が口癖だった前会長さん、最近ふっと思うことがあります。小さな食卓を囲んで夕飯をいただいているとき、我が家の3番目のイケメンの K 君が前会長さんと同じ独特な茶碗の持ち方をして食事をしている姿を見て、ひょっとしてもう生まれ変わってきてるのかなと思う今日この頃です。最後までご清聴いただき誠にありがとうございました。さまざまな事情から親と暮らせない子どもたちが全国に約4万5千人います。その子どもたちに安全で安心できる温かい家庭を提供し、共に未来に向かって歩む、それが里親家庭です。私に足りなかったものを与えてくれて、何より温かい愛情で育て支えてくれたことに感謝しています。出会えてよかったです。今までずっと私のことを優しく温かく我が子のように育ててくださったことを感謝しています。お父さんお母さん、17年間育ててくれてありがとう。いつまでも元気でいてね。子供たちには全てを受け止め、愛情いっぱいに寄り添ってくれる人が必要です。子供たちの未来のために里親になりませんか？天理教里親連盟。